在じゃないですから今は。で、燻製のいぶし台も手作り、すげえ木で作ってるんで。今日は鮭ね、釣った鮭をもらった鮭を買った鮭を鮭、ベーコンと鮭と卵。あ、すいません、カレー好きの卵も入れて、うん、3つ入れてます。半熟だね。殻付きは渡します。じゃあこれから、これだけ火があればもう十分ですね。そう簡単には消えない。これはまだ茹でてないんで茹でます。ぬるぬる。ラピオです。ラピオ、これ水出しだけはちょっとしてあるんで、あとこれラピオとこれ、はい、ボリボリとラピオが入ってます。これはまだこれから茹でます。はい、あ、待って、水入れます。ちょっと茹でます。出汁にします。で、火に、はい、じゃあこれを火にかけます。で、これを出汁にします。はい、ありがとうございます。ちょっと味付けだけお願いします。一回ちょっと入れるよ。はい、こんなもんぐらいでいいんじゃない。こんなもんでいいですか。うん、じゃあこれをひとにキャッチさせます。お、入れます。あふれる鍋から、はい、いいぞ、あっちの方に。じゃあうどん入れ上がりましたんで、なんかいろいろ入ってきて、はい、はいでしょう、仕方ないです。おー、できたできた。よいしょ、まあ、キノコを上に置いて、ラピオとボリボリと畑しめじがやばいほど入ってます。キノコしか入ってない。絶対美味しいと思います。最後、卵をトッピングして完成です。はい、完成です。はい、まあ、味見はしなくても絶対うまい。ラキオキノコとボリボリたっぷりの、これボリボリ、これラキオですね。ラキオか、どうですか。うん、美味しいですか。うん、味のうるさいさんまさん、もぜきさんです。味のうるさいアピール半端ないから。燻製できました。お、ベーコン、スモークサーモン、卵で私のトバ。